デスソース。これやばいの。私たち関西出身のクリカとマキで、アイミキリコンギです。今日はですね、あるものを持ってきました。イエーイ。デスソースわー。 YouTube 界では巨匠じゃないですか。デスソースは、デスソースって調べたらいろいろな動画が上がってて、あゆくまも挑戦したいなと思って温めておりまして、今日飼いなし係のくーちゃんがどうまるきほうまるで買ってきてくれました。ちょっと匂いによってみようかな。今回はですね、仲良く楽しくデスソース食べようかーい。ではありません。なんと今回マネージャーさんに常識問題を考えてきていただいておりますので、買ったらデスソースを買いに入れます。1問ずつ必ず買ってください。勝つんだ、勝つんだじゃーん。それは勝つんだじゃーん。ということで、デスソースと一緒に食べるものたちを用意しました。1問目は絹豆腐をかけて戦い、2問目はビッツをかけて戦い、3問目は辛ラーメンをかけて戦い、だんだんハードルが上がってきます。で、簡単に説明すると、勝者はデスソースを回避できます。で、負けた側はルーレットによって決められて、で、このデスソースのこう何滴かけるかもルーレットで決めるっていうね、もう本当にね、結構ね、デンジャラスにドンジャラスな試合展開になると思うので、怖っ。必死に勝とうみたいな感じになっております。何滴かけるとか優しくないからね。5、10、15、20、25、30を用意しております。そうですよ、多分もうほんまに優しくて5やからね。結構きつい戦いとなると思うので、これは本気でちょっと勝負を臨んでいきたいと思います。それではアイクマンデスソース、せーの、やっていこう。アイクマ YouTube。 はい、まず1問目はこの豆腐にデスソースをかけての勝負になります。保険期間を英語で何か。はい、はい、WHO。負けたあゆみとクリカのルーレットを、勝者のマキが押して決めたいと思います。はい、それではいきますね。パーティークリカークーちゃん豆腐デスソース。いやでもね、救済ポイントっていうのがありまして、こちらね、負けた人がルーレットをまた行うんですけど、その一枠にですね、なんと回避券が含まれております。それ狙えばいいってことね。あんまり多分出へんと思うけど、その回避券は出題者のマッスルがね、試食してくれると思うので。いや、聞いてへんわ。はい、なんでちょっとプチドッキリです。マッスルは絶対30点でしょ。試食して、すごいすごいすごい。
ない。いや、なに水、うん、なになになに、わかる、いたんだよ。20点やからね、豆腐を相手に。行くんじゃない？おい！
こんなでかくて。ありがとうございました。ありがとうございました。またお越しを。